えー、ただいまご紹介いただきました松井隆吾です、えー、昨年度、えー、2021年の4月から水方熊口検証館の館長を拝命しております えーまあ、本日こういう機会を設けていただきまして南方熊楠検証会、えー、その他ですねあの関連の皆様に感謝申し上げたいと思いますどうもありがとうございますそれからこういうあのとても春のうららかな日にこちらの方に来ていただいたあの遠方から来ていただいた方も多いと思いますしあの、まあ、田辺市民の方も多いと思います、えー、本当にありがとうございます。 まあ、あの今日は、えー、これからですね、えーまあ、小1時間ほど私の方から。 話をさせていただいて、その後に、えー、まあ座談会的な感じでお話をさせていただきたいというふうに思っております。ミナカタクマン検証官はなぜ田辺にあるのかですね。私がその官庁として、えー、話をしてくれというふうに言われたときに、あの一番最初にこのタイトルが思いついたんですけれども、えー、後で自分で考えてみると確かにちょちょっとなんかあの、えー、意味が、えー そのどういうふうに取ったらいいのかとあのいうことがあるのかなというふうに気がつきました。で自分なりに考えてみて、えー、そのこのなぜ田辺にあるのかということに関していくつかの答え方があるし、まあいくつかの、えー、その、うん、あのか疑問というかあの問いかけみたいなのが少しあの重なっているんじゃないかなというふうに思いました。まあそこでですね、あのちょっと自己分析をしてみまして、 この,あのタイトルどういうふうに考えたらいいのかということで最初に3つぐらいちょっとあのこういうその発想でこの台に至ったっていうことを、えー、そのご説明したいというふうに思います。まずですね、えー、1ですけれども、えー、熊楠はどのような人生の航路をたどり あの和歌山にご承知のように生まれて世界各地を放浪してそれからその和歌山に戻ってきてで田辺に来たわけですけれどもなぜその田辺に来てその生涯を終えたのかというような問いですね、えー、そもそも南方熊楠は田辺に来なければここに検証官があるということはおそらくまずなかっただろうというふうに思われます。それから2番目ですね、えー その熊楠がここにいたとしても、えー、例えば熊ス自身が、えー、自分の資料を、えー、東京に持っていくとか大英博物館に寄贈するとかあるいは極端な話焼いてしまうとか、えー、すれば、えー、資料はなくなっていたんですね。であのー、にもかかわらず熊楠の資料というのは、えー、かなり完全な形で残された。 えー、そ,そういう場合にその熊楠自身は、えー、自分がし集めた資料をどう考えていたのかやっていた研究をどう考えていたのか、えー、そして後世に何を残そうとしたのかというような問いかけがあるのかなというふうに思いました。 それから3番目ですけれども、まあ、これはあの我々が考えなければ一番考えなければいけないことなんですがそもそも検証館というのを南方熊楠の資料に基づいて作ったでこれは何のためにあるのかですね、えー、未来に向けてこの検証館というのをどういうふうに活用していったらいいのかということも、えー、に言い換えることもできると思うんですけれども、まあ、これはあの考えなければいけないことだろうと。 であのその時に熊楠がああの残してほしいと思った意図に沿ってやるべきなのかそれとももっとそこからさらに、えー、踏み込んだ形で検証官というのはあるべきなのか、まあ、そのあたりも考える必要があるんだろうというふうに思います。ななののでなぜ田辺にあるのかというようなあの問いにはいくつかの,あの、うん、そういう,こうあのちょっと異なる視点みたいなのがある。 というふうに思って、えー、まあそこでまあこの題をまあ考えついて、まあこれで今はいいんじゃないかなというふうに思った次第です。はい、それでまずちょっとその一番あたりからクマグスという人がどういうふうな人生を辿った人なのかですね。まあそのあたりから少し簡単におさらいをしておこうと思うんですけれども。 あの熊楠は1867年慶応3年に和歌山で生まれたということですね。 今の和歌山市ですけれどもそこでその海南和歌山の隣にある海南の藤代王子社という神社がありますけれどそこにこういう立派なクスノキの大木があってこれがそのこの藤代王子社の末社になっているわけですで樹齢1,500年というふうに言われてますがこの木が熊楠の名前の由来になったクスノキの木ということになります。 え熊の方は、まあ熊のというその、うん、地名からまああの熊というふうに、えー、そのつけられているというふうに考えていいと思います。まあそういうその熊熊というのは、まあ和歌山で生まれた人ということになります。で、まあこのあたりは、えー、多分皆様南方熊熊に詳しい方があの多いと思いますので、よくご存知かと思うんですけれども、子供の頃から本を読むのが好きだった人ですね。 で例えば45歳の時に自分がもらった本というのを、えー、その生涯持っていた、えー、ということでこういうその資料が見つかって割とあの資料のの調査をしていいいる人ががみんなちょっと驚いたと驚たうものがありますこの上のところに熊楠が晩年になってから書きつけた言葉というのが、えーまあ、あの記されてまして。 えっと、ちょっとこういう機能を使ってみたいんですけれども、えー、これですねはいこれでいきます、えー、ここの部分ですが、えー、この本は45歳の時和歌山、えー、橋町川岸、えーえー、住宅ですね、えー、の、まあ、島作という洗い物屋にもらったということを書いています45、えー、歳の時です えー、そしてですね、えー、もうちょっと後のところに昭和4年の5月16日に和歌山から、えー、田辺に持ってきたということも書いています昭和4年というと熊楠は、えー、62歳ぐらいの時で、えー、もうあのご進行の直前ということになりますそういう時にあの和歌山からこの本を持ってきたということですねはい、えー、で次見てみましょう、えー、これは、えー、その後7歳 の時に、えー、お父さんに買ってもらった金毛髄という本になります。あの江戸時代の図鑑なんですけれども、あの最近これにあの、えー、注目しておりまして、えー、絵がとても面白いんですね、えー。そしてその絵の上に解説が書いてあって、一番上のところに子供の頃のクマグスが書き入れた文字が文章があるというようなそういうものになっています。これが7歳の時。 に読んでいた本です。熊楠はあのこの本から絵の描き方とか。えー、それから字とか、あの覚えたというふうに、えー、書いているので、とても重要な本だと思います。それから、あの、これは、ええー、南方熊楠記念館像で、えー。記念館の、あの、目玉の、の、あの展示の一つになっている。和漢三歳絵という本ですけど。これは8歳から9歳ぐらいの頃から読んで、筆写した。 といいいううふうに熊楠自身が書いている本です。ここにあるのは中国の星座で後々大きな熊楠にとっても意味を持ってくるものになりますけれどあの細かい字でびっしり書いてあるので89歳の子どもがこんな文字を書いているという熊楠の振動ぶりを伝えるいい資料というふうに考えられているものです。 それから同じくその記念館にある資料で少年時代の熊楠が収集した甲殻類カニなどの標本ですねというものがあります。これももかなり子のの頃に集めたものということになるととと思いいます。ということでですね今ちょっと見ていただいた4歳5歳7歳8歳9歳十数歳ぐらいですかねというようなものなんですけど なぜ残ってるんでしょうか、えー、45歳の時に初めてもらった本を、えー、お持ちの方いらっしゃるでしょうか、えー、7歳の時に、えー、自分があの書きつけた、えー、図鑑をお持ちの方いらっしゃるでしょうか、えー、いらっしゃるあの方もいると思うんですけれども私自身はそういうものは全くあの今は持っていません。えー、熊はあのこの頃あの、えー、子供の頃から 読んだ本を、えー、あのそのまま取っていたわけですねそれが残された、えー、ということになるわけですこの辺のものはどういうふうに残されたかというと、えー、熊草はこの後和歌山から東京に行きますが、えー、その時に多分皆方、えー、家の多分蔵があるんだと思うんですけど蔵の中に残された、えー、そして、えー、その後東京から熊草は、えー、海外 アメリカとイギリスに行きますが、その時は多分ずっと和歌山の源家の蔵の中にそのままあったんだろうと思います。そして熊楠が日本に帰国して37歳で田辺に定住した後に、徐々に和歌山から持ってきたんだろうというふうに思われるわけです。例えばさっきの金毛髄について言うと、 えー、そのつねぐす、まあ、弟のつねぐすからですね引き録これはあの、えー、息子の熊谷さんのことですけど熊谷さんに渡すために、えー、金毛髄をあの取り寄せたとで熊谷さんは動物のところをとても好んで読んだというのがあるので子供に読ませるために、えー、1911年、えーまあ、44歳の時ですけれどあの取り寄せたということになります。それから先ほどの、えー あのうんまあ、この一番最初に読んだ本ですけどこれはさっき見たように、うん、62歳の時にに和歌山から取り寄せたということになりますなので熊楠は田辺に来てからこういう,こう自分の子供の頃のものを、えー、徐々に和歌山から、えー、移してきたということになるんですが何のために移してきたのかというところは、えー、ちょっと考えておかなければいけないところものかことかなというふうに思っています。 はい、そしてですね熊楠の「クマグスの人生航路」ですけれども、えー、その後19歳の時ににアメリカに行くことになりますであと海外で行った場所をずっと列をしてありますが、まあ、サンフランシスコに行ってそしてちょっと赤の部分は長くいたところの初めの時期ですけれどもミシガン州に行ってそこから1891年にはフロリダのジャクソンビルに行ってそしてキューバまで行って。 またジャクソンビルに帰ってニューヨークを経てロンドンに1892年にたどり着くということになるわけですね。じゃあこの間、えー、クマグスは何を持っていたのかこれもちょっと考えなきゃいけないところで、えー、そのうどういう運び方をしたかっていうと、まあ、この頃は当然その船で渡るわけですね。まあ、大体あの横浜から2週間ぐらいでサンフランシスコに着きます。 えー、そこかからら、えー、サンンンフラシシスコからミシガン州に行ってるわけですよ、ね、このデトロイトの隣にアナーバーっていう町があるのでこの辺りです、えー、そこから、えー、ジャクソンビルフロリダに行ってたまたまこの地図あのジャクソンビルが <laughs> あの、えー、あの大きく書いてあって、えー、フリーだったので取ってきましたけれどもそこからそのキューバですね、えー、に行ってまたジャクソンビルに戻ってそこからニューヨークに行ってそこから、えー、リバープールを経てロンドンに行くと。 であの陸路というのはサンフランシスコミシガンジャクソンビルは陸路それからイギリスに着いたリバプールからロンドンは陸路になりますけどもそのほかは、まあ、あの海路、えー、海あの船とい,いうのは割と大きなものが一緒に運べますので今の飛行機の旅とは違いますからかなり大きなトランク これはあの記念館に残されてますけれどもトランクを持って熊楠は移動してたということなんですけどじゃあ何を持ってたかっていうと えとこの頃は割とアメリカにいたところは洋書を結構買っていて増えていたはずになるということになりますで一部はお友達に売ったりとか譲渡したりとかもしてますで和漢書は、えー、日本から取り寄せるんですけど、えー、弟の常楠さんから必要になると送ってもらったで一部これあの大英博物館ロンドンの大英博物館に寄贈したりしてます。 それからノート類っていうのがあってアメリカで作ったノートとか、えー、それからロン,あのロ,ンドンでロンドンで作ったロンドンの木垣とかそれからまあ日記もつけてますのでこういうものが、まあ、徐々に増えていっただろうというふうに思われます。 あとあのアメリカにいた時にはあの植物の採取を随分してますから、えー、これも今あの検証館に、えー、あってえ江智子先生があの、えーまあ、調査されてますけれどもあのこれも、えー、かなり増えていっただろうというふうに思われるわけです。でこういうものを持ってその海外を転々としてたわけなのでかなり大きな荷物とともにクマグスは海外にいたっていうことになります。 で、あの、そのことを、えー、証拠づけるものとして、えー、ロンドンにいたときに、福本日南という、あの、新聞記者が、熊楠を訪ねていて、えぇ、ー、熊楠の下宿に行ったんですね。で、あの、その時、その時のこと、記録を読むと、熊楠の、えの部屋に何があったか、えー、結構、あの、熊楠らしい、えエピソードなので、あの、まぁ、あ、そういう意味でも面白いんですが、えその汚いことと言ったら、 るとび切りであ馬小屋の2階とかかっていうふうに昔は言われていて、まあ、まあ半分当たってて半分あの、えー、ちょっとずれてるんですけどまあでもまあそういうところだったと。へこんだ寝台に破れた椅子便器の傍らには食器が陣取り掃除なんぞはいずれの正規に試みられたか分からぬという光景であるが関心であったのは書籍と植物の標本とはほとんど一室を埋めていた。 ととといいうところで、で、えーまあ、割と広いはずです。熊楠の,の下宿、えー、フラットっていうふうに言うあの1階分をせん、えー、占有できるようなそういう,こう日本でいうと、まあ、2LDK とのマンションみたいな感じでその中の一室は、えー、あの書籍と植物の標本で埋まってたということですよね。 であのこれを、えー、日本に、えー、クマグスは持ち帰ってくるということになるわけですけど、えー、さらにですね、えー、この時はロンドンにいてこの大英博物館で、えー、ロンドンド抜き書きといいうノートを作っていました全部で52冊になるこういうノートですけどこれもあの海外時代の熊楠、えー、の,あの自分の成果として、えー、かなり大きな成果として持ち帰ったということになるわけです。 ということで和歌山に帰った時には、まあ、あのそれなりに熊楠はトランクなどに詰めた形でたくさんのものを持ち帰っているはずということになるわけです。で、えっと、その後じゃあどうしたかというとですね えー、1900年の10月に和歌山に戻ってきてそこから那智に行きますでまあ,あのよく知られているようにその那智で植物採集をしながら「南方曼荼羅」っていわれる、えー、土木放流への手紙を書き続けたりしたわけですね。で途中ただ途中結構その長い時間、えー、和歌山にあの歯の治療のために戻って、えー、その時に田辺と白浜にも滞在しています。 えー、この時の滞在というのは多分直接田辺に来たあのかなり大きな理由になると思いますが那智、えー、から降りてきて1904年の12月に、えーまあ、田辺の田屋家に曲がりをすると。 でその後ちょっとよくわかんないところがあってもう少し詳しく調べなきゃいけないんですけど、1906年から1910年は、えー、まあ松江さんとあの結婚したりした後ですけれども旅館の一室を借りていたというようなまあ記述もあります。ちょっとこの辺りどこにいたのか少しもうもう少し考えなきゃいけないところですが、1910年の10月には中屋敷まあ中屋敷町ですか町ですかすみませんえー、っと中屋敷町ですかね52番にあの。 新居を構えて、でえー、その後1916年の4月に今の中屋式長36の、えー、まあ「源旧宅」っていうのはあの変なあの表現かもしれませんが「元旧宅」に定住した。 だからあの意外とその日本に帰ってきてから現給宅にたどり着くまでもあの時間があったということになります。48歳で、えー、定住したということで、まあ、この後はあはこの中屋式長36番あの,の現給宅を中心にクマグスはもう中心にというかもうほとんどここにずっといたということになります。 で現旧宅に結局その資料は残されることになってえー、後でまたあの椛島さんがあの初期の頃に訪れた時の写真なんかを見せてくれることになっていますがえー、現旧宅の蔵の中に、えー、熊楠の資料というのは まあ、こんなふうに押し込められるこことになったこれもかなりもうあの整理された後で、えー、植物標本、えー、その菌類図譜なんかがあの、えー、国立科学博物館に移管、えー、された後ですけども、まあ、2階はこんな感じだったわけですね。で1階には書物書籍がまあ並べられてたということで、まあ、結局この蔵に現旧宅の蔵の中に、まあ、クマグスの資料が残ることになったわけです。 じゃあちょっとだけその最初の質問のなぜ田辺に来て定住したのかっていうことなんですけれども、えっと、和歌山で生まれたんですけど熊楠さんは和歌山の南部沖南の方に結構その親近感があっただろうというふうに思われます。 えー、予備門東大予備門を退学した後の19歳の時には葉山茂太郎、えーまあ、親友ととりあえずは言っときましょう、えー、である葉山茂太郎と、えー、一緒に白浜まで行ったりとか日高郡いろ、えー、んなところ回ったりとかしていて紀伊、まあ、半島の南部にはこの頃若い頃から親近感があったんだろうと思われます。 それから、えー、帰国後の35歳の時にさっきちょっと見たように田辺と白浜に闘留して田谷家、えーまあ、これはあの田谷家のいろんなあの人っていうことになるんですがと仲良くなったであの田谷家に曲がりするっていうことになるわけです。 でえー、じゃあなぜその田辺に続けたかっていうことなんですがあの、まあ、一つヒントになるのは履歴書58歳の時に書いた履歴書の中に記されている言葉で那智、えー、に行った時のことをまず書いて那智に行った時のことを書いてから小生はそれより今に熊野にとどまりそれから1901年に那智に行ってから1925年までずっと熊野にいた。 というふうふてて、えー、熊野っていうのは熊楠にとっては、えー、その植物とかですね生物の調査をする、えー、という場所だったから。 だからその生態調査生物調査を継続するっていうことで、えー、あの田辺にいたこれはやっぱりとても大きなあの意味があることだと思います。まあ、ちょっと付け加えると神社合子反対運動で自然保護運動に乗り出しますから、まあ、あのその時にはもうその田辺で、えーそのまあ、骨を詰めてここで、まあ、生きていくっていうことを覚悟を決めていたはずだと思います。で じゃなんで田辺なのかっていうことをもうちょっと別の角度から考えると和歌山の実家と程よい距離にあった。 これ結構なんか大事な気がしていて熊楠、えーまあの,、えー、くまぐすのあその実家は、えー、作り酒をやっていてそれをその常楠さんあの弟さんが継ぐわけですけども弟との仲っていうのは結構微妙な仲なんですよね熊楠は、えー。弟にあのお、まあ、いろいろな形で金銭的な援助を受けているしいろんなことで甘えているんだけどもだけど自分の方がお兄さんだから、えー、自分の方がこう立場が上で。 でしかも自分はその世界的な大学者だというふうな辞任もあったしそこはやっぱりあの、うん、なかなかこう微妙なところで和歌山にはいられなかっただから那、ま、智、あ、に行った、えー、けどどこに、えー、落ち着くかっていうと、まあ、あの避難の中で一番便利で、えー、文化度も高いあの田辺にいるということが、まあ、あの居心地が良かったんだろうというふうに思われます。 えー、それからそのうん、まあ、東京とか関西っていうのがやはりその学術的には日本の中では中心なんですけどそこにはかかなかったんですよね、えー、ロンドンで学問,学問的に活躍して自分はこう世界を相手に学問をしているっていう気持ちはあったからあの東京とか関西とかでその学問の世界の中で、えー、こう自分のポジションを見つけるっていうのが まあクマグスにとっては非常に、うん、なんかこう面倒くさいというか、厄介というか。あの、だったんだろうというふうに思われます。だから東京関西とも離れていると。 ただしここはあの、えー、後でお話しいただくう志村さんなんかが、えー、その強調されてるところですけど郵便がきちんと届いたこれはやっぱりとっても大事なところであの中屋敷町の熊楠の,、えーあの旧えー、現,現旧宅なんかはあの郵便局の,ほほあの本当に近くにあるんであれはやっぱりその郵便が出しやすいっていうこともあの場所を選んだ大きな理由ですよね。 であの郵便はあの今でももちろんあの、えー、世界中あ,のあちこちで使われてますけどこの頃は、えー、通信手段として、えー、海外との通信手段はほぼ,ほぼ唯一のものだしまあ,あの風書を送ればかなりあの長文の論文だって送れるっていうようなことがあるので熊楠のようにあのロンドンを主戦場にして学問をしている人にとっては、まあ、とてもこの郵便が届くっていうことが重要だったわけですね。 これはなんか最近の,あのテレワークにとても近いところがあって、えー、w i f i さえつながっていれば世界中どこでもその仕事ができるでも切れたら終わりっていうのが今でもあるので、えー、その熊楠にとってこの郵便っていうのは今の我々にとっての、えー、w i f i みたいなもんかなという感じはあります。で、えー、っとじゃあですね えー、クマグスは海外に行ってあ,のあれだけこう膨大に集めてきた資料をどこに置いてたかっていうとまずはやっぱり和歌山の実家から那智、えー、とか、えー、田辺とかにその資料を取り寄せていた。 えー、例えば、えーまあ、これは田村芳也、えー、さんに教えてもらいましたが、えー、1902年の3月11日に和歌山に、えー、歯の治療に行ったときには「かよ随質というノートを探して、えー、探したけどなかなかなかったが見つかったと。 蔵の中って書いてますからあの和歌山のみなかた家の蔵の中に置いてたっていうことですね、えー、それから、えー、その後那智にいるときに海洋水質を送ってもらったりとか、えー、それから、えー、ブリーチッシュ博物館のき書きってあるのはこれはロンドンのき書きのことでこれを陸運、えー、海運じゃないということですね あの海,から海で送るのが多分普通だったと思うんですけど海だとやっぱり濡れたりとか、えー、破損したりとか、えー、最悪沈没したりする可能性があるからだからあの陸で運んだ、えー、わけでですね陸で運ぶってでもどうやって運ぶのかなと思ったんですけどえー、っとあの第8車に積んだらどうなんだろうあのちょっとこの辺は想像になるんですが、えー、ということであの昨日あの Google マップで、えー、ルートを調べてみたら 和歌山からら田辺までで歩いいて23時間ぐらいでした、えー。なのであの多分、えー、第八車で、えー、飛脚みたいな形で、えー、その和歌山から田辺までは持ってこられるんだろうというふうに思います。で返礼金、あのーまあ、自分がその和歌山とか田辺で見、えー、つけた年金なんかも一旦、えー、和歌山の南方、えー、家の蔵の中にあってそれを陸軍で持ってきたということになります。 何のためかちょっとまたこれは後で考えてみたいところです。でえっとその田辺にいる頃の熊楠、まあ、こんな形で採集、えー、に行ってですね、えー、であの森の中できのことか年菌とか藻類とかいろいろ集めてきて、まあ、それを、えー、その図腐に、えー、菌類の場合はしているこれ5,000枚を超えるっていうふうに、まあ、今あの計算されてますけれど、まあ、こういうものを作ったりした。 えー、わけですね。それからそのメモなんかもあの今いろんなものが残されていて復興というふうに呼んでいるものなんですけれども、こういうこういろんな方向にクマンクスが書いたメモみたいなものもあります。こんなものがどんどん増えていくわけですね。えー、田辺にいる間にクマンクスのこの資料というのはあのさらにどんどんと、えー、まあ,あの拡大していったということになるかと思います。 熊楠、えー、は1941年に、えー、74歳で、えー、亡くなるわけですけどその亡くなった後に資料は、えー、ここですね。 これは熊楠が死んだ時に写された写真なんですけれどもこちらが蔵になっていてこちらの方が書,書斎になっています。で熊楠はどうしてたかというとこの蔵の中で資料を置いていてそれを探し出して本とか標本とかですねそれをこちらからこちらに持ってきてでここで本を読んだりとかスケッチをしたりとかしていた。 で晩年になるとあの自分だけではなくて文枝さんに頼んで文枝さんにこちらから書物を持ってきてもらったりしたというような形での仕事の仕方をしていたわけです。ということで、えー、この時熊楠が亡くなった時にはこの蔵の中に熊楠、えー、が集めた資料膨大な資料74年間で集めた本当にシュシュだったな。 えー、まあ一人の人間があのこんなものを集められるんだっていうようなぐらいの資料がここに残されていたということになります。じゃあそのグククスという人は自分の資料がどうなることを望んでいたのかというあのこれもあの意外と考え始めると、えー、考えあぐねる問題なんですけれども、えー、全体として全ての資料を極力残せそうとしていたように思われます。 えー、なのであのクマグスの、えーえー、の蔵は開グスという人が、まあ、あの74年間でこう集めたものそれが、えーまあ、私が最初に行った時にはクマグスが死んでから50年ぐらい後ですけれども50年あともそのままそっくりタイムカプセルのように残されているというような状態でした。 だけど、えー、普通の人は出版したりして自分の生きた証を残そうというふうなことを、まあ、あの学者であれ作家であれ考えると思うんですが必ずししもはは出版にによる好評を最優先にしていいたとと思われないところがあります、えー、蔵の中にあるものっていうのはかなり雑多な状況で残されていて整理されて出版されたものはそのうちのごく一部ということになります。 で残した時に熊楠という人は、えー、大学などに属していなかったので自分の残した資料がどうなるかは全て家族任せになったとということですね。あのまあ、近代、えー、それ以前からもそうですが偉い学者の残したものっていうのは、えー、大学に所属する人であればその大学が管理するような場合もあります。 まあ、例えば内藤の資料とかです、ねあのえー、それから柳田国夫の資料も結局成城大学なんかに残るという形で折、まあ、口信は國學院大学、えー、に残るというような形で、まあ、大学に残るというようなことはありますが熊草はそういういことがなかったわけですね。それから熊楠が死んだ年っていうのは1941年で太平洋戦争が始まった年ですから、えー、もうそもそも、えー、日本がどうなるか分かんなかった。 というところもあって資料が保存されるかどうかは定かではなかったということになりますだけどクマングスっていうこれだけの人が74歳で死ぬときに自分が残した蔵の中のものがどうなるのかどこまで考えていたのか全く考えていなかったのか非常に気になるところなんです でえっとそういうことでちょっと一つ一つの資料についてクマグス自身はどう考えていたのかということを少し細かく見ておきたいと思います。すいません文字が細かくてあの読みにくいかと思いますので、えー、あの概要のところだけ赤でまああの重要なポイントは書いてあるのでまあそのあたりだけ少しあの読んでおきます。ロンドンのき書きのことは。 大英、えー、博物館でもう9か国語ぐらいあの、うん、まあ、えーそのうん、ヨーロッパの言葉で言うと英語フランス語イタリア語スペイン語、えー、ラテン語、えー、ドイツ語ですね、えー、ぐらいがまあ中心になるんですけれど、まあ、そういうもので書いたあの本当に世界の,書あの貴重な本 えを大博物館にしかない、えー、ような本も含めてですね、えー、熊楠はあの筆写してたんですけどそれをじゃあどういうふうに思あのこのクマ熊楠は残そうとしてたかっていうと柳田宛の書簡の中に「小生死んだら本に無用の長物なり」ということで自分が生きてる間は自分が使うけど自分が死んだ後にはこんなノートが意味がなくなってしまうんだっていうようなことは持ってた。 だから、えー、誰かお金を出してくれて、えー、写本を全訳して、まあ、日本語に全訳して残してくれないかということを柳田宛に頼んだりもしてますただこの後その「十二志向」という熊楠の首長が、えー、1914年から1923年に書かれてロンドンの書きの内容はかなりここに使われることになるのであのそういう意味では、えー、ある程度満足したのかもしれません。 えー、であのその後どう書いてるかっていうと1925年には、えー、ロンドン抜き垣きのことを書いて「閉じた鉄線がおいおい錆びるには困りきりそうろう」ということでどんどん破損していってるっていうようなあのこともまあ考えていたんだろうというふうに思います。えー、と昨日ロンドン抜き垣きを見たらさらに破損が進んでいてとても胸が痛んで、えー、何とかしないといけないなというふうに思っているところです。 であの生涯、まあ、自分用の資料としてはロンドン抜ききはかなりフルに活用していました、えー、が死後それをどうするかということは結局その言及は、えーまああのえー、ともしかしたらあのどなたがご存知で、えー、教えていただけるかもしれないんですけど私が見るところでは言及してない、えー、ロンドン抜ききがどうなるかということは結局あの死んだ後のことまでは考えてなかったのかなというふうに思われます。 あとですね土木法隆宛の書簡というのがあって今 T シャツとかになっている「南方曼荼羅」っていわれるあの、えー、哲学的な熊楠の思想を表す部分を書いた手紙で、まあ、あの特に「 えー、その最近になるほどですね熊楠、えー、の,の資料の中でも評価されているものですけどこれに関してどういうふうに言ってるかっていうと、えー、書いた時はすごいこうその、うん、まあ意気、えー、健康でイギリスにこれを送りつけてあの科,学科学雑誌で論争するんだとまで言ってます。 が、その後、田辺に住んでからはあまり言及していないそして1911年に柳田宛の書簡の中では「今は何を書いたか覚えていない」とまで言っています。でで、もそれは当然のことで えー、熊楠にとっては書いたときにはその内容というのは書いてるんですけど、えー、土器法流に送ってそのままあの土器法流のもと京都の多分鉱山寺にあるのであの読み返したはずがないんですよね。 だから読み返したとしても書いてる時に数日間、えーえー、自分の書いたものを読んでるだけでその後読み返してないこれはちょっとやっぱり研究者として考えるべきことで研究者はこの「土木堀宛書簡」をずっと自分は読んでるから熊楠も同じように読んでるつもりになるんですけど熊楠自身は書いた後は、えー、読み返す機会はなかったということはちょっと考える必要はあると思います。 えー、1916年には、えー、土偽法隆本人に対してあの、えー、小生の書状などはその当時にとりてこそ多少の陳事も含みたれ今日の成り手はことごとく陳腐のことのみにて決して世人に示すべきものにあらずというふうに他の人に見せられるようなものじゃないと言ってるんですけど一方では罰消して小生の意向、えー、としてもいいかもしれない。 みたいなことととも言っっててていてちょっとその自分としては評価が揺れていいいるるとととうここになるかなか思いますこれもやっぱり考えてみると、えー、何を書いたか覚えてない、えー、その一回書いて、えー、送って何か重要なこと書いてたけど、えー、その内容に関して自分ではあの、えー、全部把握してないっていうことがあるからこういう評価になるというのもまあ当然は当然当然のことかなと思います。 でこの時、毛利聖河っていうあの田辺の鉱山地のご住職だった人ですけど、まあ、この人が書簡の,の一部を持ち出して、えー、一部といっても一番多分重要だっていうふうに毛利聖河が思ったものを持ち出してでそれが、えー、その後、いつ来たかは分かりませんが南方邸に戻ってきて南方邸の資料になりました。 でえー、その時に持ち去らなかった半分が京都の鉱山地に残っていてその半分っていうのが、えー、2004年に発見されるまで全く存在が知られていなかった、えー、ということになります。なかなか、あのー、数奇な運命をたどった、えー、書簡、うん、ということかと思います。でこれに対して柳田国男にあてて、えー、書いた書簡についてはもうちょっとあの自覚的です。 ラ、えー、イプニッツっていう、まあ、ドイツの哲学者ですけど、えー、手紙を送ることで、まあ、その自分の発表の場所知識の貯蔵書というふうにしていった、えー、なのでヨーロッパの学者には、えー、死後の,あの出版が多い。 えー、亡くなった後に手紙を、えー、その出版してくれる場合というのが多いということを言っています。で、えー、興味深いことに、えー、小生も自分も今後暇があったら柳田宛に手紙を送って、えー、預けておくということということは柳田がそれを死後に出版するということを期待しているということになると思います。えー、実際ですね、えー、柳田はあの死後に出版ししてくれました えー、その熊楠が死んだ後に一番最初に読まれた、うん、禅宗を柳田が指揮して自分に来た書簡を一番の中心の資料として出してくれたということになります。ということになるんですけどあの柳田と熊は、えー、この後あの絶,し,てる絶好しちゃうんですねだから熊楠側から見てみれたら柳田に送った手紙もあのどうなるかっていうことはよく分かんなかった。 えー、まあ逆に言えばそれでも良かったというふうに考えているということです。だからとってもその我々今宮方熊熊っていう人を知るための手がかりにしている土岐法隆寺の書簡も柳田庵の書簡も熊熊自身はどうなるか判然、えー、としなかった分かっていなかったそれでいいと思っていたということですね。これはとても重要なあの、えー、ところなんじゃないかなと思っています。 生物標本ですね、えー、その集めた標本とか、えー、図譜とかなんですけどこれはですね、えー、晩年に近い1921年から1922年にかけて植物学研究所を熊楠の家に作るっていう計画があって、まあ、その時に、えー、研究所ができるわけですから研究所ができたら自分が死んでも自分の研究が継続されるっていうことが保障る まあ、あの資金でなんであの途中でダメなのかもしれませんが一応はまあそういうことが期待できるわけですねだけどあのこれは頓挫すすることになりますそして1925年の履歴書の中ではプレパラートを炭水素のプレパラートを4,000枚も作ったけど、えー、あの腐っていくということを書いていてであのシェイクスピアの「 「Love is l a b o r s r o s t っていうあの、えー「恋の骨折り」っていうあのお戯曲がありますけどその、うん、まあ骨を折ったけど、えーあのえー、その手間暇かけて骨を折ったんだけど、えー、無駄になってしまう。 ということをまあ投げている。ただし、この1925年には昭和天皇に対するあの真剣信仰ですね。えー、あの標本を送ったりとか、えー、その後昭和天皇が 田辺湾に来てで鹿島で熊楠があのご進行するっていうことがあってそうなってくるとやっぱり皇室、まあえー、がかかってくるわけなのであの何らかの形で自分の研究がそういう,う,う,う残っていくっていうことを期待できるようなそういう環境にあっただろうというふうに思われます。 でその一方で、えー、自分の,、えー、その研究を、まあ、この頃の人は、まあ、そういう発想になるんだと思うんですけど、えー、子供、特に息子にですね、えー、引き継いでほしいっていう気持ちはあった。 だけどこの1925年に熊谷さんは発病する1926年からごめんなさい発病するということがあってですねであのまあ,あの結局熊谷さんへのその うん、引きき継ぎっていうのはででななくなるでその代わり文枝さんに期待したところがあって文枝さんには晩年に、えー、キノコを菌類の,あの図譜を書かかせたりとかしていますでこれはあの熊楠の進行があの協力共同研究者だったイギリスのリスター親子、えー、お父さんから娘に、えー、年金の研究が引き継がれたということがあるので、まあ、それと同じようなことができないかということを期待してたということになると思います。 で「復興」っていうそのさっきのメモなんですけど、えー、この「復興」というのは十二志向を作るための下書きメモだったはずなんですが、えー、それが100部以上残っているということが最近発見されて、えー、つまりあの自分が作った復興をほぼ全部残しているだろうっていうことが分かってきました。 下書きメモをなぜ残すのかっていうことなんですが、えー、そのうちの,あのかなりの部分は他の人にあ、えー、げているというふうにも見えます。えー、であの一つの解釈は復興は、まあ、これはあの、えー、田村さんとか志村さんと共同研究しているところですけど、えー、完成校にはない情報がいっぱいあるので。 あの完成後にない情報があるということはまた別の用途であで使うことができるだから残しておいたこれもまあ一つの解釈ですけどちょっと魅力的な解釈として考えているのは復興自体が自分の作品だった自分の,、えー、その思想というものを表すための作品だったっていうふうに考えられないかなというふうに、えーまああのえー、まあ思っているわけです。 でそ,のそういう意味で作品っていうことで観点で考えてみたいんですけどあの作家とか思想家とかは、えー、何か自分の書いたものを残そうとする、えー、そのことで自分の、えー、文学芸術活動とか、えー、思想活動とかっていうものを伝えようとする、えー、というところが、まあ、あるかと思います。じゃあ熊楠にとって作品って何かですけどとても少ないです。 えー、生前に熊楠が、うん、出版したものは3冊の著作,著作それから雑誌に載った論考あとは私的な書簡これは残るか残らないか分かんない、えー、もの、えー、そして自然科学の方ではさっきの、えー「プレパラート標本」とか「金、えー、類図譜」とか、えー、出版しようとしたけど結局頓挫して、えー、うまくいかなかったので膨大な未発表の資料が残された。 と、えー、ということで,すで「す抜き書き」とか「復興」とかっていう普通の人にとってみたら下書きのあにあたるものなんですけどこれもどうも熊楠にとっては作品だったっていうふうに解釈できるようなところがあるのですが一番魅力的な解釈は熊楠にとって熊楠の最大の作品は熊楠の人生自体だったというふうに考えたい。 えー、ということがあります。えー、どういうことかというとですね、えー、クマグスはあの自伝を書くことっていうのに結構しゅ執着してます。で、この自伝は、えー、そのさっきの履歴書という形で一応そのまとまるわけなんですけど、えー、自分の人生自体が一つの何か他の人とは異なる、えー、そのものとして作品的なものとして見ていたんじゃないかなと。それから。 熊楠っていう人は独自の死生観を持ってる人で死後の生というものを何度も考えていて、えー、その、うん、なんかあのそのままの形で死後の生がありうるっていうことは考えてないんですがだけど生きてるものと死んでるものとの、えー、差異っていうのがあの完全にこうその、うん、あの分かれてはいない。 とといいううふうに書いてるところもありますだからあの生きてる状態と死んでる状態とっていうのを、えー、その全くきっぱりと分けてるわけじゃないんですね。というような死生観も熊楠、えー、が、えー、死後に自分の,あの、えーまあ、集めたり活動したことがどう残るかっていうことを考えるときにかなり大きなあの役割を果たしたちょっとここはあの、えー、ともっとあの詳しく論じなきゃいけないので今はそれあの死後の命は 求めなかったんじゃないかっていうぐらいの言い方にしておきたいと思います。それからそのうんクマグスっていう人はあの生きてるものを生きたまま観察したいし、えー、その 極力その図譜とかで残す時もあのそのものが生きてた状態っていうのを再現できるような形で残し,残したいと思ってた人だと思います。でこれを熊楠自身に、えー、当てはめると熊楠が残した資料は熊楠が生きてた時の生きている熊楠っていうものを、えー、もう一回こうそのうんあの思い起こさせるようなものとして残したんじゃないだろうか。 えー、という言い方ができるかと思います、えー、実際あのクマグスを研究してて一番楽しいのはあの うん、資料さっきの「ロンドン抜き書き」とか「復、え、興、ー」とかそういうのをこう一つ一つ丁寧に見ていくと熊楠の動きがこっちからこっちに動いたんだなとか、えー、これを読んで熊楠は次にこれを書いたんだなとかっていうのはだんだんつながってきてあのい生きてる熊楠があの自分の中でよみがえってくるみたいな感覚っていうのがあるんですね。でそれがクマグスの研究をっていうふうに考えると熊楠が残したものはあの必ずしも完結した作 作品じゃなくて、そこから熊楠っていう人が生きたっていうことを感じ取れ,取れるようなあのつまり人生自体生きてるっていうこと自体が作品だったっていう、えー、ような方向で捉えるのが、うん、正しいというかな、まあ、あの一番生産的なんじゃないかなというふうに、えーまあ、考えているということになります。 まあ没後にじゃあクマグスの資料はどうな,った,どうなったかどっていうとやっぱりご遺族がとても丁寧に、えー、あの守られていたということになります。えー、例えば松江さん母は、えー、そのクマグスが死んだ後に移行書籍などあまたの買い手が訪れ始めたが。 母は保存しておけばいつの日か日の目を拝むこともあろうとその散逸を恐れ癌として聞き入れなかったというその松江さんの意思があって、えー、松江さん文江さん岡本清三さんという手で保管されていった、えー、そしてあのさっきの柳田国男なんかが中心になって、えー、最初の禅宗が出て、えー、1965年には記念館ができて、えー、そして平凡社の禅宗が出てで禅宗が出てから以降いろんな形 で自然保護とか国際的な面とか学際的な面とかいろんな面からクマグスが注目されていったというふうな流れになります。で、まあその中でさっきお話にあったように1987年に見なかったクマグスで保存検証会が田辺で発足した。これ文江さんですね。こちら中瀬先生で、これはカーメンブラッカー先生、まあイギリスから来られて証拠をご覧になっているところです。 であの私自身は1992年からここにいるんですけど、えーまあ、あのさっきも安田さんとちょっと話もしてましたが、えー、こういう形で熊楠の,、うん、の研究調査をさせていただいているということになります。でその成果として、 まあ2冊の目録というのを2004年と2005年に刊行した、まあ、田村芳也さんなんかが非常に尽力された目録です。でこれをもとにしてこの2006年に南方熊楠邸の宮邸の隣に熊楠の顕彰館が開館したという流れになるわけです。 で、えー、と宮廷は、まあ、クマグスの生前の様子のままにあの保存を復元していますので、まあ、あのおそらくあのいらっしゃった方多いと思いますけど是非、まあえー、機会があればあのいつでもいらっしゃってください。 熊楠の,ククの資料をどう残すかっていうことで一つ、まあ、面白いヒントになるのは庭かなと思います庭っていうのはあの生きてるわけですよね。 えー、だから熊楠の時のように再現しようと思っても再現しても庭自体が生きてるからどんどん動いているとでもその、うん、やっぱり極力熊楠がいた時の、えー、何か意図を感じられるようなその庭の残し方をしなきゃいけないだけどそれって何なのかっていうと答えはたくさんあって一つじゃないんですねだけ。だけどそれを考え続けなければいけないということなんだろうと思います。 であの資料自体は、まあ、こういう形で、まあ、これはテレビで、えー、紹介された時のものですけれども、まあ、あのいろんなどんどんと注目度が上がってるしあのこれから多分、えー、日本だけじゃなくて、えー、中国国民の人 それから今日もまあいらっしゃってますけど、えーそのまあ、あのインドとかですね、えー、それから、まああのえー、その英語圏、えー、あのヨーロッパ圏の人が見てあの非常に面白いいものだと思います。こういうことをやった人がいるっていうこと世界の中でいるっていうこと自体があの田辺日本、えー、という枠を超えて世界中であその共有してもらえる、えー、まあ あのものだろうと思いますで何を共有するかなんですけどそれはさっき言ったように熊楠の人生を共有するしかないんじゃないかなと思います。 熊楠、えー、の資料を最大限に活用するためには、まあ、大前提となるのはやはりあの保存ですよね、えー、災害対策もしなきゃいけないし、まあ、いろんな管理栄養をしなきゃいけないそれから修復をしていくこと、えー、それからあの今非常に重要なのはやっぱりデジタル画像化を進めて、まあ、それをあの世界中の人が、えー、どこからでも熊楠の資料にアクセスできるようにしていくことこれもとても大事だと思います。 それからまあ採出資料の収集まあそこまで予算もないしまああのということもあるんですけどやはりまああの視野には入れていくべきとであのその時にですね研究と検証という二つの考え方があると思います、えー、まあくまぐすのあのこの宮廷を守るっていうのは保存検証会っていうのができて、えー、今も皆方くます検証会というのがこの県、えー、検証官のあの、えー、全体のこう 例え、まあ、で,すでそれに対して研究というのはちょっとあの少しずれていて研究というのは事実を明らかにしていくということになって、まあ、これはあの私も、まああのまあ、その研究の方に属している人間だし外部からの研究者がたくさん来て熊楠の,あの資料に関しての研究を進めるこれもとても大事なことというふうに思われます。 でまあ、最後にやっぱり何のために検証官はあるのかということなんですが熊楠、えー、の意思を検証するっていうことは大事なんだけども熊楠自身はなんか資料をこうしてほしいとか、えー、こう活用してほしいとかっていうことをはっきり遺言,言のような形で残してはいないということはあると思います。えー、であのその上でさっき話した検証と研究の違いですけど研究っていうのはあの必ずしもいい面ばかりじゃなくて。 えー、クマグスという人の負の側面みたいなことにも焦点を当てることになります。人間的に非常に弱いところもクマグスというのはあった人だと思いますし、まあそういう面も研究ではまああの客観的にですねあの扱うということになっていくわけです。 ただしあの研究というのはその事実を解明していくことではあるんですけれども、えーまあ、研究だけではそのクマグスの,、うん、あの意味ということは、えーまあ、あのもう一歩あのたどり着けないところがあるというふうにも考えています。そこはやっぱり研究者として私もちょっと自戒を込めてあの研究者はあの、うん、思い上がってはいけないと思います。 あのえー、研究ををししてて事実を明らかにしていく客観的な事実を明らかにしていくそれでそのクマグスっていう人の意味っていうのがおの、えー、ずと出てくるわけじゃなくてやっぱりクマグスっていう人が生きたことがそれぞれの人にどういうふうにつながってくるかっていうことの中で意味が出てくるんだろうと。 いいうふうふに思います、えー。それはですねあのみんなが熊楠のことを読めばいいということではなくて、えー、例えばそのあのき、えー、昨日おとといも検証会の方とお話してたんですけどもあの自分の前の世代の人が熊楠、えー、に関心を持ってたとか、えー、自分の、えー、友人がそのこの検証会に関わってたとかっていうことで検証会の活動に関わっていただいているっていう方あの、えー、とお話を昨お話し 昨日も随分ししましたで。それもやっぱり熊楠との関わり方でその中で意味が出てくることだと思うんですねだからやっぱりあの研究者だから熊楠のことが分かってるというのは全くの思い上がりで熊楠といろんな形でで関わってていいいるる。ことの中で意味が生じう人の人生自体がそういう生き方をした人だっていうことを、まあ、考えていきたいというふうに思っています。 で、えー、結局ですねだからその何のためにあるのかわかりません、えー、考えていくしかないと思っています、えー、その検証とその研究と両方が必要で、えー、検証にしても研究にしてもそのクマグスっていう人が、えー、の資料がどういうふうに生かされていくのかっていうことを考え続けるしかない えー、ということなんだと思いますそしてその考え続けるということをそクマグスという人がまあ、田辺にいて、えー、田辺で資料を残すことでまあ、私たちにそういう形の遺産を残したというふうに考えるべきなんだろうと思いますはい、少しあの話が5分ほどオーバーしましたけれども、えー、以上ですどうもありがとうございました それでは、えー、後半の部を始めたいと思います。まあカバさんは。 あの週刊少年ジャンプの編集者を長年されていて、まあその後、えー、学術書ですね、主編者あインターナショナルで、えー、新書などを出されていたというような方です。少年ジャンプが、えー、600万部あの週刊誌としては記録的な、えー、その部数を出していた頃を支えられていた方で、荒、えー、木弘彦という。 その作家の「ジョジョの奇妙な冒険」という作品がありますけれども、まあ、その、えー、作品を荒木さんと一緒に作り上げられた方あということになります。ということで南方熊楠に関しては、まあ、その頃ろ、えー、天元という熊楠の,の伝記を漫画化されて、まあ、それを椛島さんが、えー、尽力されて、えー、連載されたというような方です。 もう一方の志村さんですけれども、まああの現在最も活躍しているミナ熊タク研究者ということになるかと思います。ミナカタクマのロンドン、えー、というその、えー、著書でサントリー学芸賞を受賞されました。クマグスという人を。えー あの特に英語の論文などですね国際的な視野の中でくまぐすという人の評価をして進められている方ということになりますそれではですねかばしまさんそれから志村さんの順番でまあ,あのお話をいただいてであとはその志村さんの方に司会をお任せするような形で進めていきたいと思いますではかばしまさんの方からお話をいただこうと思います あえー、限られた時間なのであのん、えー、で私が南方熊楠と関わるようになった話とかですねしているともうそれだけで、えー、持ち時間15分ということなんで、えー、あっという間でそれはもう端折っていきますけど一つだけ。 えー、私があの高校1年生ぐらいの時にですね皆方熊楠の「全集平凡者版ですね、まあ、これが飯倉先生とかのご尽力で観光が始まりまして、えー、おそらく記憶なんですけども、まあ、高校時代の教師にですね「樺島こういうのお前好きじゃないか」ということで勧められた覚えがありまして昨日出てくる時にですね奥付けを見ましたら。うん 48年「ゴズり」って書いてありましたんでおそらくその時に初めて熊楠の全書を買いましてですから18歳の時ですかね、まあ、それ以来、まあ、ちゃんと読み込ませてはいなかったんですけども非常になんか興味を持ったというかですねで以来あの、まあ、電気とかは出るとか氷点とかですねいろんなの出るたびに読んではいたんですけどもで、まあ、それで出版社に入って。 えー「天元」というです、ね、これは熊楠の、まあ、要するに電気的漫画なんですけどもこれを1990年の50号から、まあ、91年の15号まで、えー、連載しまして、まあ、この担当は務めたということです。えーまあ、さっき先生松井先生のです、ね、お話聞いてると熊楠神がの、まあ、人生が作品であるというようなことをです、ね、おっしゃられてましたけど、まあ、そういう意味でその電気を 漫画にしたり小説にしたりということは、まあ、その作品を紹介すると熊木のですねいうことなのかなとで、えー、まあ、えー、この90年ちょうどですね松井先生が、えー、田辺にいらして愛、えー、前後するにして私もこの取材で入ったっていうのが、えーまあ、そもそもでございます、えー、当時の「ジャンプはですね、えー これ天ン,ンが始まる時の、えーまあえー、これちょうど天ン,ンがここにありますけれども、えー、まあ開始号ですね1990年50号でこれなぜで F1 があるかというとそのここに「少年ジャンプ」の「のジャンプ」ってロゴが入ってますけどこれマクラーレホンであのスポンサードしましてですね、えー、まあそれでこの F1 ジャンプになったと「おめでとう」という号になってますけど、まあセナが勝ったっていう。 まあそういうい時代ですね、えー、で,ですからこの連載漫画全部載ってるんですけども、えー、これ「ジョジョですか「乙福塾」とかです、ね「タルールト」とか「ボイルおーさん」とかこれみんな私が担当してる作品なんです担当した作品なんですけどもでこれ F1 のスポンサードもですねこれあのゼロがですね7つとか8つぐらい7分ぐらいの、えー、非常にあのこのあそうそうこのですね ちょうどこの、えー、91年ですかねに入ると600万部を超えてですね、えー、まあ部数この時はまあ本当に、えー、迷子のように部数を積み上げていくような時代で、えーまあ、初めて600万を超えていくですね、まあ、最もだからこのジャンプ売れていく時代に入る、えーまあ、そういう時代のこう勢いみたいなのがちょっと今思い 見返しても思い出されるんですけども、えーまあ、その中でこうて「天元」というのは全く異色の熊楠、ねまあの評伝を漫画にするという、えー、ことをやって実はこの「F1」のスポンサードも私の発案でやりましてですね、えーまあ、連載いっぱい抱え,抱えながらこの「F1」のムックなんかも年間3冊出して熊、ね、楠の連載もやるっていうふうに、えーまあ、なんていうかねかなり調子に乗ってるような、えー、時代だったんですけども。 まあその月がちょっとあとで来るんですけ後ほど話しますけれども、えー、次に行きます。それでですねあの、まあ、連載開始するにあたって、えー、文治さんにお手紙を出しまして、えー、一度ですね取材させていただきたいということで、えーまあ、解読を得てですねこれは田辺に伺ったのが、えーまあ、その時の写真ですこれは。これはあの矢吹義和っていうのを履歴書ですね。 えー、だからやっぱりあのさっきの松井さんのお話をやっぱりにつなげるとこれ,これ自分の人生ルール,ル書いてあるこれ約8メートルのこのこれもらった人もびっくりしたと思うんですけどもれずっとこう細かい字で書いてあるんですねそらく評伝を書くということでこういった「グモグス自身の履歴書」を参考にしてはいかがですかということでお見せいただいたと思うんですよね。 ですよ、ね、でまあ事実物見るとまたこの迫力に打たれるんですけどもこれ見ていただくとわかりますけどこういうやっぱり細かい字でですね、まあ、みっちり書いてあるわけですよねこれ。で後ろにあるのがこの天下の原稿でおそ、まあ、らく仕上がった原稿を文枝さんにお見せして、まあ、こんな感じでやりますということで、えー、まあ 了解を得たとということなんで、まあ、ちょっとその辺は覚えてないですけども、まあ、とにかく見せていただいてですね、えー、でまあ,あの電気とかも当時結構ありましたし、えーまあ、熊楠自事が書いたものもそうやって、まあ、平凡社の全集等でですね見れるようになっていたんですけども、まあ、やっぱ漫画にするには例えばキャラクターをどういうふうに作っていくかということで、えーまあ、だ要するに熊楠の日常みたいなことをですね なるべくお話しいただけたらというふうにで、えー、深まったという記憶があります。ですからあのちょっとその学者の先生の、えー、まあ、えー、なんずか感じのありようとまあだいぶ違ったようなことをいろいろ聞いたかなとで私が印象に残っているのはですね一番印象に残っているのはとにかく耳かきをこうするのがですねこう癖でである時なんか病院からなんかに入った時にですねその耳かきが ししててまってですね、そうするとすごい大騒ぎになったとある種パニックになるぐらいの感じで要するにその耳かきがないともう立ち行かないというかですね、まあ、気持ちが落ち着かないとその時はほんに往生したような話とかですねあとは、まあ、一生残ってるのは飼ってた犬がですね、いなくなってそしたらあのポッと今こうその ななんんですかね犬の魂が抜けてったっていうんでしょうかねっていうようなことを熊ヶ瀬が言ってでそうしたその直後にですね町外れでまあ犬が死んでいるのが見つかったところですねまあこの話はあの志村先生が熊熊楠と幽霊ですね首尾舎インターナショナル新章でその話を取り上げていただきましたけどまあそういったああのま日常のまあ駒駒、まあ、としたようなことをですねあの伺いまして、まあ、次が。 これそのこの耳をゴリゴリってこここれれれありますねこれですねでけども、えー、これあの読んでるとただ耳かいてるだけだというふうに、えー、思われるかもしれないですけどもこれひ非常にだからその不枝さん的には、えー、そうそうっていうようなところだったと思うんですよねこ,のだからこれあの言われないとただ耳かいてるだけなんだねっていう話になると思いますけど「熊、ま、楠、あ、と耳かき」というのはですね、えー、結構大きな。 まあ、ある種の精神安定になっていたのかなというふうに思います。えーまあ、ちょっと急ぎます、ねえー、で不明、まあ、さんもですねあのお父様と、えー、熊楠と譲りという非常に筆まめというかですね,ですねやっぱ結構これも普通の便箋ですけど細かい字でそれもこれ何枚って書いてあるかなこれ4んで書いてありますよこうねこれタ分プ 6, 6まであったと思うんですけども。えー 非常に低調なお手紙をいただきましてこれは私が一番気に入っている一節なんですけれどもここに抜き出してありますこ,こ,この辺に書いてあるんですけどもね「えー、近頃ごめんください」と投稿に出てみると可愛らしい少年が3人「僕たちは小学校1年生です少年ジャンプ」を読みました「天元のお家はここですか?」「天元はどの木に泊まっていましたか羽がありましたか?」 宮の丘を眺めてそれから「僕たちと私の沈黙度」が始まります。えー、こういうこれすごいねあのちょっとそのやっぱ独特でユーモアセンスとかですね、えー、感じられててこれすごい一番好きな一節なんですけども。 えーまあ、少年ジャンプ当時ですね少年ジャンプってその600万ですけども人口調べたらですね大体1億2,000万人ぐらいなんで当時90年ぐらいですか。ってことは、まあ、20人に1人ぐらいの割合で買っていてそれから解読率っていうのがありましてですね一冊を、まあ、みんな、ま、回し読みするんですよね学校なんかでも友達に貸したりしてそれが解読率がまあ2とか3とかっていうふうに言われたりもしてましたけど、ま、た仮に2としてもですね1,200万ですから。 それで人人に1人はなんか目を通したとで赤ちゃんから年配の方まで全部含めて10人に1人ぐらいですから相当の人がまあ読んでいたんでしょうっていうことになると思うんですけども、えー、それで、まあ、この小学校1年生の3人組が来てですね、まあ、それでこういう譜面参入それと沈問堂が始まったというまあ普通に読んで私も嬉しく思ったところなんですけど、まあ、当時のだから1年生はまあ6歳7歳ですから。 それから32 33年ですか経ってますから、まあそらくこれ田辺の小学生でしょうから今それひょっとしたら今日はいらしてないですよね。もしいらしてたら、えー、まあでもあのおまだこの辺にお住まいになってる可能性あってまあもう中年にでしょうかね,もう、えー、ねちょっとお話を聞いてみたい気もしますけどもそう、まあ、いう反響があってですね非常にあの それをまたお手紙で,で、ね、ルールをあの説明いただいて本当に文枝さんってあのすごく質的な、まあ、ひんすごい上品なですね、えー、方でなおかつすごくこうユーモアの説が昨日も松井先生とそういう話をしてましたけど、えー、本当に魅力的な方でした本当に。でこれはまた別のページですけども、えーまあ、これさっきの続きの、えー お手紙ですね。えー、文も絵も実に暴風の特徴をよく表しておられ特に眼光の鋭さなどは大変似ておりというふうにですねであのこれを単行本にするにあたって何かまあ訂正してほしいところとかですね、えーまあ、ちょっと間違いとありましたら教えてくださいというふうに私が出した手紙への返事ですが、まあ、このまま全然いいですよとこれをなんかおすごいお墨付きを得たような感じでですね、嬉しくまあこれも読んだと思います。 えー、そしてですね次に大事なところなんですけど私も長生きしたおかげで僕は遠い昔始めた比較文学の研究をされる若き学徒が出てこられ大変嬉しく思っておりますとここれあの松井館長のことなんですよね、えー、まだ松井館長は20代半ばでですねちょっと松井先生と私10歳違いなんで私が30代半ば松井先生10代半ばで。 でほぼほとんど同じ時期に文枝さんのところに伺ってちょっと早いんですね松井先生のが。でもうその松井さんのことを話す時のですね文枝さんがすごくう嬉しそうにですねこの手紙の部分からも伝わってきますけど本当になんていうんですかね、えー、すごいなんか優秀な孫がいきなりできたような感じでですね、えー、すごい自慢されるんですね優秀な人が来たってね。 でその松あ先生がいきなり来て、目いいですよね、言ってもねあのいきなり止まってったと、今今日はこの資料を拝見するんで、止まっ、あ、てっていうか、まあ、朝までずっと見させていただきたいということで、文枝さんもいきなり初めてとしてね、知らない若者が来たけど、どうしましょうというふうに喜んでいるというような感じでした。 まあ、この手紙以外にもですね松井さんに触れた部分非常にありましてあやっぱりその文枝さんとしてはやっぱり待ちに待った孫が来たなと孫じゃないか研究者がいらしてですねでこれで何かひ一つその、まあ、さっきの松井館長の話につなげれば残す残していくこのバトンのバトンを渡す相手が見つかったんような思いがあったんじゃないかなとそれに近いようなことをおっしゃられてたというふうに私も思います。 えーはい、次いきますでこれがですね、えー、91年12月4日ですからまあ連戦終わってますね多分。えー、で朝日新聞の、えー、記者がまとめた、えー、記事ですけども、えーまあ、これ三宅さんという照明が入ってますけども「さすが熊楠の娘さん訪問者は一様に凛とした上品な物腰をそう語る。 文章も父親譲りの達ぶりと、まあ、本当にこの凛とした上品な物腰っていうのはもうまさにそうだと思いますで父のことがやっと若い人々にも理解され始めたのが嬉しい、えー、だから「少年ジャンプ」に連載された熊楠を描いた漫画「天元」が大好きと、まあ、これも本当に嬉しいですねあのまあお言葉でですね、まあ、本当にほっとしたというかですねやっぱりあの漫画で 電気をまだそのご家族も、ね、いらっしゃるわけですからそれをどういうふうに受け取られるかという非常にやっぱり、えー、こっちも神,神経を使うところで,で、まあ、ひ,ょひょっとしたら気を悪くされるんじゃないかなとかこういう表現はどうなんだろうなというのは、まあまあ、ひ一言一言やっぱりあの、えー、心配しつつ何、えー、て言うんですかねこう やっていったんですが、まあこの最後にこういう言葉をいただけたんで、まあホッとしたというのは覚えております。えー、これその時のふみえー、文江さんと、えー、隣の隣いきめんは私ですねこれね。ふみ <laughs> えー、文さん本当にあの今の朝日の記者のですね、えー、方が書かれたように本当に凛とした、えー、本当素敵な女性だったと思います。えー で,、えー、でちょっとまたさっきの,あの、まあ、蔵のです、ね、中ですけども、えー、90年当時はこういった形でまだあの、えー、その蔵の中にもう要するにこれ多分おそらくえでもそうじゃないのかな熊スが配滅したそのままではないですかね。 その後のご遺族が処火、えー、とかを整えられたので、熊く、うん、の時には平積みしてた可能性が大ます、ね。あ、そうですか。はい。まあだからまああのこれは。 クマのレイアウトではないかもしれないんですけどまあでも雰囲気としてはですね、えー、こんな感じでですね、まあ、証拠にいっぱいあってで、まあ、私出版社に入る人間ですから、まあ、本好きなんでこの土蔵の中を一度見てみたいっていうのはねすごく強くあったんですねだからあのちょっと不純ではありますけどこの漫画の連載に囲つけてやっぱりここは是非見たかったというのがあってですねでこれも今あの検証画の方に寄贈しましたけど。 今となってはこの当時の写真もあんまりないということなんで、えー、今はあの、まあ、保存のことも含めて完全に空調の効いたところできちんと管理されてるわけですけども、まあ、土蔵の中にこうやって収納されてる状態っていうのはまあこういう写真でしかもう伺えないということになると思います。えー、これはまあ和書ですかね。あそうです中かこれは認可ですね先ほど松井さんの紹介にもありましたけど。 これも要所ですね。で、まああの平凡写版のその禅宗を読んで以来ですねまあ、非常にやっぱりこの蔵の中のをです、ね、見てみたいそのある種熊楠のですね頭の中を除くまあ書なってそういうとこありますけどものぞいているような気持ちになったのを覚えてます。で、でただですね、まあ、天安 まあ先ほどエファンの話もしましたけど、えー、仕事をですね私どん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 増やしていく癖があってですねでそ,のその1年後ですから、ね、92年に倒れましてですね、えー、40日以上入院するめになってですね、まあ、それでその直後に少年ジャンプが移動になりましてですね、えー、ですからこの「天元のえ第2章」っていうのにまああの進むことなくですね、まあ、ちょっと未完な状態になってしまったと。 それは非常にジジものがあってですねでまた文枝さんにもですねあの応援していただいたにもかかわらずまたあの、えー、その水滴をですねちょっとやれない状況になってしまったんで、えー、そのままだったらちょっともうこの田辺には来れないなとに思ってたんですけども、えー、その後まあでも私も、ま、し,しつこいんで「終、え、栄、ー、者新書」はですね、まあ そこに配属されましてですね、えーまあ、先に松井先生にまた連絡を取ってですね「えー、今度まだ熊谷先生についての支援書をぜひお願いします」で松井さんも、えー、館長もですね解読をいただきましていま、えー、だに書いていただいてもないですけどね <laughs>、えー、でもですねまあこの続きもありましてあもうちょっと時間ないですよね、えー、急ぎますけども。 えそれでこの松井館長とそれから隣の志村先生とえそれから田村,さん田村先生ですね、えー、のチームでですね皆方熊スの「英文論庫」「ネイチャー編とノーサンドクエリス編」の2冊をですねえあそうそう中西さんもそうそう大事な話です、えー、もう一前島さんもいるんですあとまあ南條さんもいるか。えーで まあこれもでも14年ぐらいですかかかってですね刊行するかできてですから、まあ、30代から始まった熊楠トの代わりの出版も、えー、まあ気が付けば私の定年間際までかかってですね、えー、それで何、まあ、とかでもその蝦コの翻訳をきちんと出せたことでちょっと田辺にもですねこうしてく来れるかなと。 ふみえー、さんも許していただけるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、あのちょっとじゃあ志村先生にここでつなぎたいと思います。はい。えー、志村ま樹と申します。よろしくお願いします。主役者からミナカタクマグスのネイチャー詩編とノート＆クエリーズシェン英文論考が全部翻訳で出ている。 ななんで者なんでだっていうふうに疑問に感じておられる方も多かったんじゃないかと思いますが、えー、今のお話でなんでそううっったたののかっていいがが、えー、皆ささ疑問が評価されたと思いますで。私は今日振られている話は、えー、2000年代以降ですね私がここの、えー、田辺に来るようになりましていろいろおいしいものを食べながら、えー、調査に励んできた。 そういうううういいいところを話すすようにっていうふうにふ言われていますで今右側に出しているのが私が参加した最初期の頃えこれは2002年の写真ですけれども、えー、まあこれ夏の調査なんで、えー、研究者がたくさん集まって、えー、みんなラフな格好でク方熊スの先ほどあの出ていた蔵の中に入って、えー、ものをいろいろ調査していたその頃の写真となります。 で実際そのここを書いてありますけれども、私が初めてタナベに来たのはちょうどミラクルクマンスの娘さんの文ミさんが亡くなった翌年のことになります。2001年の3月27日から31日にかけて、当時毎年夏と春にクマンス邸で蔵書とかその他の資料の調査っていうのが えー、たくさんの研究者集めて行われておりまして、まあ、それに私呼ばれて初めて田辺っていうところに来ることになりました、まあ、その時はまさかこうやって20何年間も、えー、びっしり田辺に通うことになるとは全然想像もしてなかったんですけれどもでこれあのどうして私がここに来ることになったかっていうとあの、まあ、大学は東京の方なんですけれども、えー、大学院で教大に進みまして。 でその時は、えー、イ,ギリス史イギリス近代史の研究室に進んだんだですねでその時博物学にまあ関心はあってそれからもちろん南方熊楠のことも、えー、知っていたんですけれども全然熊楠のことを専門にしようなんていうふうには思ってなかったんです。ところがひょんなことからやることになったわけですね。初めはあの18世紀の イギリスの観光開発っていうのを研究対象にするつもりでしたまあ人間が自然をどうして美しいと思うのか自然が豊かなところに行きたいと思うようになったのかっていうのを研究しようと思ってたんですけれどもたまたまその教大で入った研究室が川島明夫先生っていう方の研究室だったんですでこの方が港区間薄の宮廷の市場調査に関わっていて でまあちょうどいいっていうふうに思われたんでしょう。お前ちょっと、えー、田辺に来いよ、えー。私の助手として市場調査に加われよっていうふうに言われて、まあ何も右も左もわからない状態のままで、えー、田辺にやってくることになりました。でそれ以来、まあクマーンス研究にどっぷりと使ってまあ二十何年っていうことになります。あちなみにこれ右側に出しているのは。 川島先生、あの残念ながら二千二十年に亡くなったんですけれども、まあ死ぬ間際に企画していて、まあ亡くなったといううに出した植物園の正記という本になります。で、この川島先生なんですけれども、実はこの人ももとミナカタクマウスを研究しようと思ってた人じゃないんですね。えー、先ほども先ほども申し上、ま、申しましたように、イギリス近代史 特にその中でも科学史を専門としている方だったんですで、熊楠もともとやってたんじゃないんですけれどもじゃあどうしてこの川島先生が、えー、田辺に来るようになったかっていうと、えー、上山俊平先生っていう方この方が川島先生を紹介したんですでこの上山先生まあ後に、えー、京大で偉い先生になる方ですけれどももともとは和歌山市の出身で、えー、その後京大に進んで でまあ戦争の時にいろいろあって、で千九百四年第二大戦後に。田辺高校で教員をされていた、まあそういう方なんですね。である時、えっ、ー、とちょっとそこのところは詳しくは知らないんですけれども。まあ田辺の南方熊野宮廷で、えー。英語の本、英語の雑誌といったものを扱える人材がいないか。 っていうふうふににこの上山先生に相談が行ったんだそうですでそうしたら上山先生から、えー、川島っていうやつがちょうどいいんじゃないかっていうふうに紹介されて、えー、川島先生もやっぱり、まあ、自分の師匠にあたるような人に言われて田辺に送り込まれた、まあ、そういうことになります。であのどうしてそういうふうにいろんな人材がいろんなとこからかき集められてきたかっていうと。 クマグスがあまりにも多くの分野に手を出していた人から人だからです。で残された資料っていうのも様々になります。いろんなものがあります。まあ生物標本もちろんありますし、えー、英語の本も当然あるし自分で書いた、えー、原稿類っていうのもあるし、それからえっ、ー、と中国語、えー、それからドイツ語、フランス語の文献なんていうのもたくさんあるわけです。 要するにこれを一人の研究者が整理するっていうことは到底できないなので各分野の研究者ををあちこちここからかき集めめてて、て資料調査を進いいったっていうことうになります。まあ、もちろんその中心になったのは現在の館長なわけですけれどもで中国文学ですとか英文学ですとか国文学日本文学美術史菌類学資料保存学映像学 民族学、節話学、植物学、昆虫学、考古学、貝類学、宗教学、心理学といった分野の人たちが集まって、右写真のように毎晩のように宴会を開いていたわけですね、えー。まあ昼間はもちろん調査をやって、夜はこんなふうに、えー、美味しいもので歓待してもらっている。そういううちに田辺の魅力にみんなどんどん気づいていってという流れをたど、えー、るわけです。 で実はあの今の話から皆さん、えー、ご理解いただけていると思いますけれども今クマグス研究に携わっている研究側の人材って実はほとんど、えー、最初からクマグスを目指しててやっっきた人まああの唯一まあ23人いますけれども、えー、とにかく松井先生は間違いなくそうなんですけれども他のメンバーは 別に最初からクマウスやってたわけじゃないんですそれってものすすごく、えー、面白いいい珍しいことだとだ思いますでどうしてそういうふうにいろんなとこから集まってきた人たちが、えー、仕事終わったらもう解散じゃなくって、えー、そのまま残り続けるか田辺に来続けているのかっていうとやっぱりそこには一つ、えー、魅力的な資料が田辺にあるから。 クマグスの資料っていうのが田辺を離れずにずっと残されていたからだっていうふうに言うことができると思います。でなおかつほとんどまだ私がまあ二千一年に入った頃には手つかずの資料っていうのが山のようにあってでそういう誰も扱っていない資料っていうのは研究者にとってものすごく魅力的なんですね。まあそういうことによって多様なバックグラウンドと専門知識をメンバーが 専門知識を持ったメンバーっていうのが集まってきて、で、いろんな知識を持っている人がいるからこそ、現在のクマヌス研究っていうのが多方面から豊かに行うことができるようになっているんだと思います。で、私たちがまあ二千一年ぐらいに集まって、まあそれから何年かいろんな分野の研究者たちが えー、田辺に来るようになったんですけれども今熊楠研究の中核になっているのはおそらくその資料で実はその後ですね一旦一通り調査を終わって水俣熊楠検証官っていうのができた後はあんまり新しい研究者が入ってこないっていう状況になってしまっています。でこれって あのクマヌス研究にとっては極めて、えー、危機的なことです、えー。新しい人が入ってこなかったらいつまでも、えー、同じ人がやっていく新しい研究っていうのもな,なかなか出てこないっていうことになってしまいます。まあこのままいくとちょっとやばいなっていうのが私たち、えー、クマヌス研究今やってる人間の、えー、共通、えー、感覚です。で。 えっと、もう一回だから熊楠の資料っていうものを前面に出してそれをまあ餌にしてっていう言い方はあれかもしれませんけれども新しい人たちを呼んでいくべきだっていうふうに考えています。で必ずしも熊楠を最初からやりたいっていう人を選ぶんじゃなくてむしろそうじゃない分野の人たちっていうのを田辺にはこういうすごいものがあるんだからって言って これから呼んでいくことが必要なんじゃないかというふうに考えています。まあ半ば強引に人を呼んでくるそのぐらいしないと、えー、クマウス研究の未来っていうのは暗いのかなと思っています。で実際一旦田辺に来て、えー、その資料に触れることができればその面白さっていうのに立ちまき気づいて取り、えー、になっていくはずです。それともう一つやっぱり。 これですよね今右側に出している写真なんですけれども、まあ、昨日も実際あの田辺の、えー、おいしいお店に連れて行かれてお刺身ですとかあの鍋ですとかお魚をいろいろ食べされて、えー、もらいましたけれども資料整理が終わった後は必ずあの夕飯が待っていてで、えー、それをみんなで楽しむっていうのがあったわけです。 まあ一旦くまぐすの資料それから、えー、田辺という町の魅力それに、えー、触れてしまったらもう逃れることができないわけです。えー、今ここにいる松井先生椛、えー、島さん私それから会場のいろんな方たち、えー、いろんな意味で熊楠っていうものが取り持った縁によってこの空間に集まってくださっていると思います。これあの ほっっといたら自然にできるってものじゃありませんえー、みんなで、えー、いろんな強引な手法を使ってでも、えー、どんどん集めて、えー、クマヌス研究クマヌス研究者クマヌスファンっていうのを新しくしていくことっていうのが、えー、田辺の町における水中クマヌス資料っていうものが今後も輝き続けるための方法なんだろうと私は、えー、考えています。 えっとまあ、簡単な内容でしたけれども以上で終わりとさせてくださいありがとうございました <laughs>、えっと、でしたらここから、えー、座談会ということで、えー、3人で自由に話せっていう話ですけれども、はい、じゃあ松井先生からお願てい、はい、できますか川島さん志村さんどうもありがとうございました えと志村さんの最後の提言で、えー、強引でもいいから若手を連れてこいっていう話ですけど強引に連れてこられた志村さんだからこそとっても説得力がある、えー、言葉だったかなと思います。ただあの割とと楽観してているところもあって あの日本だけに限らず、えー、もうちょっと視野を広げると熊楠に関心を持つ新しい人っていうのは、まあ、例えば中国語圏とかあの英語圏とかからですねあの結構その関心があるのでそういう人をこう,うまく取り込めるような。 方向っていうのが必要かなというふうには思っています。あとはあの田辺の中での、えー、そのクマグスに興味を持ってくれる人っていうのを。 えー、育てていくという必要があってあの実は、えー、今年度、えー、このし、えー、昨年の四月から、えー、あの子どものための図鑑展というのをやっていますであのこれは皆方くまぐすが子どもの時に読んでいたさっきちょっと見ていただいたあの金毛髄というような えー、あのかなりあの絵が大きくて、えー、しかもその空想上の動物とか、えーまあ、あのい,いろんなこうその、えー、獣とか、えー、植物とかがあのおお大盤で描かれている江戸時代の図鑑があるんですけれども、まあ、これを、えー、そのレプリカを作ってあの田辺の小中学校の人と一緒に、えーまあ、生徒さんと一緒に読んでいくというようなことをあのやりました。えー、であの出張授業で で えー、あの田辺第二小学校をこの間行ってきて、えー、それから新庄小学校に行きました。えー、それから、えー、東洋中学、えー、それから、えー、地下の中学、中平地中学というところに行って、あのいろいろその田辺のあの若い、えー、まあ若いというかまああの小学生、中学生と話をしたんですね。で、さっきあのちょっとお話ししたように、あの、うん、研究をどういうふうに、えー、その、えー、まあ なってもらうかっていうのは？ あの結構大変なことで、えー、小学校4年生とク,マクスについてだいぶ話をしてこっちもかなり鍛えられました、えー、どういうふうにその話せばあの分かってもらえるかっていうのは、まあ、結局そこのところがあの研究にも返ってくるのであの、うんまあ、とても大変なことではあるんですけども、えー、その大事なことだというふうに思ってます。で、まあ、そういう中であの、えー、と小中学校は割と、えー、出張授業できるんですけれども高校生にもぜひ来て ほしいというふうに思っていまして、あの高校生タナベはあの大学はないということがあるので、あの高校で優秀なその若い人が18歳の段階で。 まあるいは18歳プラスアルファの段階で、えー、その関西圏とか東京に行ってしまうっていうようなあの状況があるわけですよねだからそれはそ,のそれとして現実としてあの捉えて、えー、その中でその検証官とそういう若い人を結ぶっていうことを考えていく必要があると。 あの、その中で、まあ、えー、外部から来るその研究者と。それから、その田辺の若い人たちとの、その関心というのが。まあ、あの、どっかで、こう出会うような場所っていうのを作る必要があるかなと。いうことは思っています。ちょっと、なんか、官庁としての発言になりましたけども。も <laughs> ありがとうございます。はい、川島さん、いかがですか。えっとですね。ちょっと、追加でひ、ひと、一言、あの、てんやはですね、今、あの。 電子化されてますので、アマゾンの Kindle とかで,ですね、割と簡単に、えーえー、まあ、スマホとかで,ですね見ることができますので、えー、ぜひあの見ていただけたらと思います。えー、作者の岸さんはすごく頑張ってですね、うん、あの表現としても松井先生がご覧になっても、志村先生ご覧になっても全然問題ないですよこれ、ね、表現として。 あの当時としてはその子供時代のクマグスに関する一番確かな伝記になっているんじゃないかなと思いますけどねですから、まあ、ちょっと「熊楠市」で知りたいとかっていうモチベーションで、まあ、気楽にですねあの、まあ、ダウンロードしていただけたらと思いますけど岸さんも本当に資料を読み込んでですね、まあ、こうやってあの文みさんにもお目にかかって取材して書いたということでかなりしっかりとした内容になっているなと最近私も読み直してですね本当にそう思いましたので。 ぜひよろししくお願いしたいいたと思いますちょっと、川島さんにあの昔から聞きたいと思っていたことがあって、第1巻、単行本にして第1巻だけで終わりって、まあえー、アメリカの辺り、えー、フロリダ、キューバ、く区辺りで終わってますけど、えー、その後何巻本になる予定だったんですか。とりあえず、ロンドンやりたかったですね、大将。 えまあ一応断続的に続けたら,られたらいいなと、まあ、やっぱり大変なんですよねずっとあの1年間通してとかっていうのは調べたりして書き換えていくのでただ,ただまあそうやって一生終わったところで私も病気になったり異動になったりということで、うん、まあちょっとそこで頓んしちゃったというところですね。えっと、私は年生まれて、えー、ちょうどこの天元が え連載されていたのが中学に入入るかかららないかぐらいぐだったんですよでこの間といってもコロナ禍が始まるちょい前ぐらいに高校の同級生が集まる機会があって、まあ、同窓会があってでそこで「お前何やってんだ」っていうふうに言われて「ク方熊楠の研究をしてるんだ」って言ったら「あのジャンプに出た天元の」っていうふうにいろんな人が反応してくれたんですね。でやっっっぱりこういうういいフィクションっててののはものすごく力があって 人々の心を掴んで、えー、記憶に残っていくものだと思うんですよ。で、今、あの、牧野富太郎がちょうど、えー、連続朝ドラになりますけれども、えー、あれで牧野人気が多分燃やがるのは間違いない。えー、で、今、まあ、あの、漫画っていろんな方法で出せるようになってますよね。必ずしも連載、えー、紙の連載だけじゃなくて、だから、あの、うまくやれば。 熊楠の漫画の連載っていうのも今可能なんじゃないかと思うんですけれどもそれで新しい熊楠ファンっていうのをたくさんつかむことができるんじゃないかと思うんですがぜひ頑張っていいただけなでですか <laughs> い私ですか私、えー、もちろん衆衛者は9年前に定年になって辞めてますので今のただの年金生活者なんですけど。 ままだ働きますか、ね、やっぱりもう一<う> <laughs> 今ですね、まあ、テーマあってですねあのもちろんあの何の権限も何もないんですけども、まあ、ボランティアみたいな形で、まあ、公平のお手伝いとかしてますけどもで,できたら英文論考をね、うん、文庫本、うん、にして、うんえー、手軽に読めるような形にできたらいいなっていうのは今思ってますね。やっぱりあの1万円超えてしまうような値付けになってますんであの特に「ノーズワンドクエリス」は。 文庫本で読めるようにっていうのは。何とかしたいなというふうにそ。それで許していただけますでしょうか。あ、<laughs> あのはい、期待しております。それから、あの次の話題ですけれども、先ほどその。松井先生の方から、まあ、いろんなインドとか、中国とかで、クマウンス研究者が出てきている。っていう話ありますよね。で、それって、そのここ何年かの。 あのオンライン化といいうのと切り離せないオンンラインでも世界どこに、ね、いても、えー、会議ができる相談ができる資料が見られるっていう状況と切り離せないと思うんですがそういう時代になってなお えー、田辺に南方熊野景勝館という形で、熊野資料があるっていうことの意味はどうお考えになりますか。とても、あの、重要な、そして喋しりたいことを質問していただきまして、ありがとうございます。あの、結局、その、まあ、あの、今日の話の、人間が生きていることっていうことを、えー、考えたいというところがあるんですけど。やっぱり、人間っていうのは、その、身体があって、あの。 えー、この場で生きているっていうことがあるのであのいくらこうオンラインっていうがその発達してその情報の交換ができるようになってもそのど結局自分の身体はここにあるっていうことは変わらないと思うんですね。であのそういうことで言うと熊楠がここにいたっていうことが やはりとても重要なことで、えー、世界中のあのまあとても希望、えー、の的観測ですけど、あの世界の人がそのクマッスに関心を持ってくれたとしても、やっぱりクマッスがいた場所っていうものの重要性はだからこそ増していくだろうと思います。あの芸術作品、えー、例えばそのゴッホの本物とか、えー、モネの本あの、えー、とかあの、えー、本物の絵をその、えー、まあルーブル美術館に見に行くとかですね、えー、その 美術館に行く意味はその絵の前に画家がいたからあのとても重要なのでその画家がいたっていうことをつ追体験する自分の身体で追体験するっていうことが知ることものを知ることの根源だと思うんですね。だからその熊楠が、えー、あのこの場所にいたあの田辺の、えー、現宮廷にいたっていうことの重要性っていうのはその情報が得られるようになればなるほどもっと増していくっていうふうにまあ まあ思いたいというよりもあのそ,うそうでしかありえないというふうに思います。ありがとうございます漫画もそうですよね国際化化オンンライン化っていう流れに今あってあの少年ジャンプみたいな「ジャンププラス」っていうのがある,んであるらしいんですけどもそこからヒット漫画が生まれてだから必ずしもその紙の「ジャンプ」からじゃなくてですねなんか今もすごい人気漫画があるというふうに。 聞いてますけど。でもやっぱり日本の作品を読んで、日本に来てみたいって思う海外の読者って多いわけですよね。うん、それとやっぱり熊楠のっていうのも同じような。うん、とすると、これってその熊楠の、まあ今このまままさにそうですけど。日本語でだけ発信していくっていうことに加えて、もっと何かする必要っていうのはあるんでしょうか。うん、もう、あんますごいですよね、もう世界中の言語になって。だから、あのー。 ここ私がいた頃はほとんどそういうことはなかったですけどもあの、まあ、でもあのマクラーレ本題にスポンサードしたっていうのはちょっと「少年ジャンプ」の国際化の、えー、第一歩だったような気もするんですけどあれはどのぐらい効果があったんですかあ,あ,あんまりなかったかもしれないね、まあ、私好きでやっただけっていう感じですけども。<laughs> でもなんとなくそうやってそのみんなの編集部の目がやっぱり世界に向いたような気がしますねそれはねそういうのも大事かなというふうに思いますけど直接的なりでもまあ売れてましたからねとにかくね600万部で最高653万部ぐらい確か発行したということですからただ私移動しましたからその直後にもう次の編集部のことで精一杯いでした。 まあ言語の問題はねあの確かにとても大事で、まあ、頑張って英語でやりましょうみたいなこともあるんですけれどもただまあその辺りもあの、うん、言語の,その壁みたいなのがかなり、えー、その今までと違う形になってきたっていうことも事実かなというふうに思いますし、まあ、あのまあそこもやっぱり楽観的にいけばいいかなと思います。 なんかこれウェブかなんかで熊口の原稿を公開していくとかっていうのはそうです、ねまあ、例えばロンドン抜きキ,キなんかあのデジタル公開したら、えー、その言語の人が関心を持ってくれるということは当然あると思うのでその辺あの,えあの頑張ります。<laughs> まあ必ずしもだからまあ本当は田辺に来て現物を見るとかっていうのが一番インパクトあると思うんですけどもまあ必ずしも来れない人はオンラインで例えば「ロンドンの上」私なんかはやっぱり全ページ見たことないですからねそれは。だからこういうふうに書き写してるのかとかあの写真とか写真をよくね模写してますよね。それはまたなんか独特な味があってそれ見てるだけでも楽しかったりはしますんで。 それってなんかオンラインを使っていきつつやっぱりこうリアルも充実させるっていう、まあ、両方なんじゃないですかねやるのはえっと。じゃあちょっと時間が若干もう過ぎてきましたんで最後にあの一言ずつお願いしたいんですが、えー、やや無茶ぶりになるかもしれませんが今後、えー、クマヌス研究あるいはクマヌスに関わることで自分が何をしていきたいのかっていうのを一言ずついただけたら。でまあ、最初はの自分が、まあ 無茶振りしたんで、えー、私の話からしますけれどもあの本を書くあるいは文章で熊楠の魅力を伝えるっていうこと以外の方法で熊楠、えー、を届けるっていうことを、うん、うちの妻が私に「すごくやれ」って言うんですよ。本書いてるだけじゃお前ダメだから他の方法を探せってうちの妻にうるさく言われててでとにかく YouTube やってみない 言われてるんですね、妻から。なので、あの、ちょっと挑戦してみたいと思います。うん、いかがでしょうか、川島さん。<laughs> いいじゃないですか、本当に。私、あの、会社に行かれなくなったんで、結構朝からユーチューブ見てますよ。意外なやっぱり、あの。また、本とは違うね。あの、楽しみ方がありますよね。ただ、まあ、ユーチューブだけじゃ、また、やっぱり、ダメなんで。 いろんなやっぱりそのメディアっていうかそれがあるのはいいと思いますよ本当にありがとうございますでしまさん今後熊楠関係で何かっていうとあやっぱりだからさっき申し上げたように文庫のことはできれば進めていきたいなというふうにこれはやっぱりあのあとだから今回もだから「残す」っていう、まあ、松井先生のお題ですけども、まあ、文枝さんのさっきのご紹介しました「封書」 はがきも検証会に寄贈したのも、まあ、そういったことも残すことで伝えるっていうかで編集者は研究者じゃないので、まあ、どっちらかというと研,研究というよりは検証の立場かと思いますけどやっぱりいろんな形でこう熊楠と読者だったり社会とつないでいくっていう、まあ、それが編集の役割かなと思いますからそ,その辺でもうちょっとじゃあ志村先生に あの、<laughs> あ、はい、あの、言われれば、何、<laughs> 何でもしますで。いやいや、はい、私がやれということらしいんで。<laughs> 考えますめめ。はい、はい、ありがとうございます。松井先生、いかがでしょうか。まあ、あの、最初のご紹介で、えー、その熊楠をライフワークにしてるっていうふうに言われたので。もうライフワークとしか言いようがないし、まあ、志村さん、あの、さっき紹介していただいたように。あの、クマグスを対象としてる研究者っていうのは、確かに、あの、少なくて、まあ、あの、そういう。 存在まああのあとはその今日の話今日こういう話をしたっていうのが研究から自分も一歩あのもう一歩進んで、えー、いろんな人と熊楠をつなげたいっていうそういう気持ちがとてもあるのであのまあ YouTube はちょっとあまり向いてないような気がするので志村さんの YouTube にも出しさせていただきつつ、えー、あの分かりやすいそのクマグスの本を書いていくということをやはりやりたいと思っていますありがとうございます、えー、とそれではちょっと時間を超過してしまって申し訳ありませんでしたけれども、えー、今日の回はこれで、えー、締めさせていただきます、えー、お集めいただきまして誠にありがとうございました